ばんは。こんばんは。やりましょうか。おう。ですね、まだちょっと参加者いないので、簡単に、YouTube で流してもいいですか、これ今。今っていうか、撮ったやつ。あ、全然いいよ。いいですか？いいよ、全然。わかりました。まあ、質問して、もうフリートークで、やっていけたらなと思います。ちょっと喋っていつも通りってことでしょ？そうですね。で、まあ、このコラボライブは、僕のスタエフ友達をなんか紹介できたらいいなっていう感じで考えてるんで、あ、ゆうさんこんばんは。こんばんは。今日はちょっと初めてのコラボライブ始めてます。今回のゲストは田村博之さん。田村博之です。お願いします。お願いします。田村さんは靴屋さんなんですけれど、はい、あ、インコさん、インコさんこんばんは。こんばんは。田村さんの方これな、ちょっと気を取り直して、はいはい、やりましょう。やってみましょう。はい、まあ、一応司会進行させてもらいますけれど、はい、もうこれこのまま収録として使いますので。そうなんだね。はい、使いますので、うん、なので、まあ、僕としては今回のこのコラボライブに関しては、はい、はい、さっきちょっとちらっと触れましたけど、はいはい、まあ、僕の、スタイフ友達、まあ、ちょっとこうスタイフを通じて仲良くさせてもらってる人たちをお招きして、はいはい、まあ、その方をなんか僕なりにちょっと紹介させてもらって、はい、で、まあ、なんだろうな、僕が、第三者としてなんか質問したりとか、はい、まあ、ちょっとこう、ま、なんだろうな、まあ、質問を交えて、はい、いろんな情報交換しながら、うん、ゲストの方の、はい、ご紹介できたらいいなっていう、うん、なんかそういった、願い、思い、はいはい、で初の試みっていうことですね。そうですね、はい、そうです、そうです。で、田村さんにはね、やっぱり僕印象的だったのが、はい、ニューバランス、はいはい、覚えてます？田村さん覚えてない。覚えてないですか、ニューバランス。いや、ニューバランスをね、CT300、 あー、はいはいはい、覚えてます？はいはいはい、そう、その CT300 を、うんうん、僕初めて多分紹介してもらったのかな、なんか忘れちゃったんですけど、うんうん、なんかね、そのずっとニューバランス気になってたところを、はいはい、田村さんに、うん、こう、まあ、勧めてもらったというか、はいはい、なんか説明してもらったって言ったらいいんですかね、うんうんうん、なんかそれで僕やっぱりその靴に関心が湧いたんですよね。おお、なるほど。そうで、きっかけで、うん、いや、でも本当にそうなんですよ。ああ、よかった。本当に本当に僕は冗談抜きで、うん、田村さんの、うん、その靴の知識だったりとか、うんうんうん、足に対しての、うんうん、考え、うん、それがなんか僕は結構刺さって。おお、よかった。はい、なんかやっぱりなんとなくみんな靴履いてるじゃないですか、うん、やっぱり靴って服よりも結構優先順位下じゃないですか。確かに。そんな気しますよね。で、そんな時代やね、今。そうですよね。なんか僕もやっぱりそうだったし、うん、なんか上の方にやっぱみんな気が行くっていう、顔周りに気が行っちゃうから。うん、確かに確かに。あんまり足元って、なんか気いかないかなって思うと、うんうんうん、なんかその足元に気が行くきっかけにはなったんですよ。ああ、なるほどね。で、その、うん、ニューバランスとかの、うん、うんちくっていうか、豆知識というか、うん、あ、その時喋ったのがね、だったと思うんですよ、うん、確か、うん、で、ああ、なるほどなと思って、うん、
ちょっと靴に関心を持てたんで、うんうんうん、なんか靴ぶし聞きたいです。靴ぶし聞きたいですね。田村ひろゆきさんのを考える、うん、靴とは。あー、靴ってことね。はい、ぜひお願いします。田村ひろゆきの靴に対する考え方という。そうですね、はい、はい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 、そういうことですね。ざっくりやなっていう。はい、ざっくりやな。ざっくりです。聞いてくれてる人おるんかな。大丈夫です。本当？はい、大丈夫、大丈夫です。ね、靴自体の考え方っていうのは、その、まあ、堀部君と僕の関係性自体が、その元々美容師とお客さんっていう関係で、僕がそのお客さんとして行ってたじゃないですか。そうですね。ね、それでよくね、堀部君にはベン君にね、はい、僕が靴の話をよくしてたんですよね、お客さんに行ってね。うん。うん、で、それでまあ僕が考えるその靴に対して、まあその時っていうのは、なんていうの、靴の機能であったりとか、うんうんうん、性能であったりとか、うん、デザインがすごいこだわってたんですよ、その頃は多分。そうですね。うんうん。でも今が違うっていうのは、その今度は履き方であったりとか、うん、足のこと、うんうんうん、とかをこだわるようになったんで、うんうんうん、まあ、ほとんどの靴屋さんっていうのがその、うん、見た目であったりとか、うん、機能であったりっていうのに特化してると思うんですよ。うんうんうん。特に大手の靴屋さんとかは。そうですね。うんうんうん。で、まあ一般的にはそのなんて言うんでしょうね、世の中資本主義じゃないですか。うん。資本主義だからこそ大量生産、大量販売っていうのが行われてきたから、うんうん、そうですね。みんな、うん、みんな分かりやすく言うと、堀部君が言ったみたいにファッションっていうのが強いんですよね。うんうんうん。要するにファッション、要するにおしゃれ、自己表現のために履くっていうのが今の靴の現状かなっていう。うん、そうですね。で、僕の考えとしては、さっき堀部くん、ベン君が言ってくれたみたいに、うんうん、その、なんて言うんでしょう、下に見られてるじゃないですか、靴自体が。そうですね。やっぱり優先順位とし、うん、優先順位は低いですよね。ですよね。はい。でもそれをやっぱり、なんていう、世の中がブランディングしてきた結果が、まあそうなっちゃったのかなっていう部分もあるし。そうですね。もともとなんて言うんでしょう、最近リテラシーって言葉もよく使われるけど、うんうん、そのネットリテラシーとか健康やったヘルスリテラシーとか使われるけど、うんうんうん、日本人に欠けてるのが多分その足のフットリテラシーとかシューズリテラシーって言ったらいいかな。そうですね。そういうのがやっぱ欠けてるのかもしれないですね、確かに。うん、そうそう、そこに気づいたから勉強して、うんうんうん、考えたし、その逆に言うとそこを高めれたらファッションプラス健康っていうのが考えれるかなっていうふうには考えてますね。確かに。うん、やっぱり足をこう支えていくことで、体に、うん、体の例えば筋肉を正しくつけたりとか、うん、歩き方を良くすることでさらに姿勢が良くなったりとかするんで、うんうん、それをするために靴を履くっていう意識の高さを持つと、そうですね、うん、おしゃれ度がさらに上がると思う。確かに。そうなんですよ、そうそうそう。なんか今、まあそんな感じで優先順位がちょっとまあ低かったよと、うん、でまあ世の中的にもそういう風でちょっと靴に関しての、うんうん、まあ、ファッション性がどうしても先行しちゃってるし、まあ、スニーカーブームとかね、やっぱあるじゃないですか。なんかそういった多分背景もあって、まあ背景というか、まあそういった事情もあって、あんまりその健康っていうことに関して、関心が持てなかった人いるのかなと思うんですけど、はいはい。その、靴に、から得られる、健康は、なぜか、なんで健康になれるんですかっていうところを、ああ。ちょっと聞きたいですね。なるほどね。はい。まあ、さっき言ったみたいなところもありますけど、うんうんうん、そのちゃんとサイズがあった靴を履くと、うん、まず気持ちがいいんですよ。なるほど。で、気持ちがいいから歩きたくなるんですよね。なるほど、なるほど。
で歩きたくなるから、うん、今度歩くじゃないですか。うんうんうん、ちゃんとした履き方できてると、うん、着地が良くなるんで。着地っていうのは、歩くってことは着地することなんですよ。分かりやすく言うと、分析するとね。なるほど。着地ってあの足上げて下ろしての繰り返しなんで。うん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 。うん、歩く自体がこう右足左足って着地を繰り返すっていうのが歩く原理なんですけど。うんうん、うん。うんうん、着地するのが要するに緩い靴履いてると不安定なんですよ、一歩一歩が。わかります？なるほど。ってことはそれを1日何千、例えば1万って繰り返した時に不安定、うんうんうん、不安定な着地したのを1万歩と、うん、安定した着地を1万歩したのってどっちが体に負担かけますかってことなんですよね。なるほど。例えとして違うかもしれないんですけど、うん、はいはい、あのタイヤのサイズがボコボコな車に乗って、うん、あの心地いいかっていう感じですか。まあ、それもあるし、うん、その分かりやすく言うとそのピタッとした着地と、うん、例えばふにゃってした着地だと、うん、それは筋肉に与える負担も違うねってことなんですよ。なんかイメージですけど、うん、イメージとしては、はいはい、なんか柔らかいのが正義っていう風習あるじゃないですか。靴履くのが。あ、そうそう、ありません？あ、なんかベッドとかも、なんか、ふかふかの方が気持ちいいみたいな。あ、なんかそういう、こう、柔らかさがいいみたいな、なんかそういうイメージ持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、それは、やっぱちょっと違うんですよね、うん、っていうことは。そう、僕が言ってるのは、その安定した着地っていうのは、うん、サイズが合ってるから、うん、靴のかかとに隙間がない状態ですよ。うん、なるほど。でもみんなやってるのは靴のところ、足の履き口のところに隙間を作ってる履き方の方が多いですよね。うんうんうん。ってことは足が動きやすいんですよ、中で靴の。ずれちゃうってことですか？そう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 。うんうんうん。多少のずれなんですけど、うんうん、そのずれが何千歩何万歩になった時に、体にダメージを与えますよって。まあよく言う靴ずれってやつですよね。靴ずれもやっぱりサイズがちょっとだけ大きい時にしかならないので。あとは履き方がちゃんとできてないかっていう。なるほど。うん。で、かかとが本当は大事なので、靴自体は。うん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 。そのかかとの密着感がある靴を履けば、安定した着地ができるのと、うんうんうん、足自体が、かかとに小骨っていう骨があるんですよ。うんうんうん、今も触れるんですけど、かかとの骨。小骨？そうそう、かかとの骨触ってもらうと分かるんですけど。はいはい。かかとの骨触ってって上に上がっていくとアキレス腱が触れるの分かりますか？はい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 。ですよね。うんうんうん。で、アキレス腱の上にふくらはぎの筋肉があると。はい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 。だからかかとに隙間がない方が足が動いた時に足と靴が連動しやすいんですよ。ああ、なるほど。だから不安定な履き方とかサイズが合ってない靴は履くと足の動きの原理を損なうっていう。結構パカパカしてますもんね、皆さん。そう。なんでそれが普通だと思う、逆に。いやそれね、今ちょっとごめんなさい、不適切な言葉を言おうとしちゃったんで。なんで？いや、頭の中にちょっと、ね、よぎった言葉が、ダメやったんで、とりあえずなんでかなと思ったんですけど、うん、まあ履きやすいとかかな、うん、そこが最初に喋ったその、うん、リテラシー的な感じのところ。なるほど。日本人はやっぱりそこがそのまだ浅いんですよ、簡単に言うと。僕たち日本人っていうのはもともとかかとのない靴を履いてたんで。あ、わかります。草履とかね、セッタとかね。そう、セッタとか。だから昔のさっきの行きの話だと、なるほどなるほど、セッタの場合だとね、かかとがちょっとはみ出るぐらいで小さい靴を履いてたんですよ。なるほどね。で、要するにかかとが固定された靴を履いた経験が、なるほど、僕らのおじいちゃんぐらいからなんですよ。なるほど、歴史が浅いんだ。そう。なるほど、めちゃくちゃ面白くなってきたこれ。そう、だからリテラシーが低いから。なるほどね。教えれる人もやっぱ少ないわけ、ね、文化がまだ根付いてないんですね。そう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 。でも西洋人、これめちゃいい話出すよこれ。そうそう、西洋人
人って何百年で履いてるんですよ。なるほどね。革靴から始まってるから。確かに、あのもうだって、うん、昔の人たち、どんだけレースアップするんやっていう靴履いてますもんね。うん、そうそれでしょ、要するに。ああ、わかったわかった、そういうことか。でも日本人は、あの、季節関係なく、要するに今でいうサンダルみたいなの履いとったわけですよ。だからクロックス売れるんですね。そうそう。だからサンダルが好きっていうのは、遺伝子的にそういう風になってるんだと思う。なるほどね。めちゃくちゃ面白いな。なのに、靴の文化っていうのが入ってきて、うんうんうん、でも靴を正しく履けないから、うん、足が痛むわけですよ。うん、ちゃんと選べないから、なるほどね。うん。だからか。そうそうそう。あれ、横脚とかっていうのも、日本人独特なんですか、やっぱり。いや、人、それも違うとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、そこまで行っちゃうと、医療に。まあ、そうか、医療になっちゃいますもんね。そう、医療になっちゃう。ちょっとまあ、靴、足の、足の、まあ、せいぜい、アキレス腱ちょっと上ぐらいはですね。うん。まあ、医療になると完全にあれだけど、まあそうですね、言えるのは歩き方が変ってことかな、日本人の。あ、擦っちゃうから？あ、靴の履き方が正しくないから歩き方が変なの。足でも擦るのは、でも本当に昔のあの歌舞伎じゃないじゃん、江戸時代とかのなんかこう侍さんとか擦ってますよね。うん、勝手なイメージかな。あとね、内股。ああ。女の子内股じゃないですか、うん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 、でも海外のドラマで内股の人出てこないんですよね。いないですね。だから歩き方がやっぱり日本人って独特なんですよ、海外の人から見ると。なるほどね。猫背の人も海外のドラマ出てこないですよ、ほとんど。確かに。確かに確かに。日本だとそこら中に猫背いるし内股いるじゃないですか。だから結局その歩き方、うんうん、を影響させてるのは結構靴だったりもするし、まあ履くものですよね、要は。そう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 、結局はね。でも、そうそう、でも僕らよりも上の人たちってもっとその靴に対しての考え方ってやっぱり低い人が多いんですよ。で、僕らの現状でこれぐらいなわけじゃないですか。そうですね。僕は気づいて勉強したから分かるだけの話で、実際は知らない人が多いわけで。確かに。でもその気づいたのは、うん、何がきっかけなんですか？靴屋で働いてるじゃないですか、うん、で、まあスニーカーとか好きでめっちゃ集めるじゃないですか、うんうんうん、めっちゃ集めてもうなんかすごいもう100足以上とかなって、うんうん、すごい集めてもうそこは満足したんですよね、うんうん、で、それ満足できたんだけど、今度お客様とコミュニケーション取った時に、うん、結構足で悩んでる人多かったんですよ。足？そう、足が痛いとか。ああ、なるほど。外反母趾になってしまったとか、うんうんうん、そういう悩みが多かって、うんうんうん、他の靴屋さんだと、ああそうなんですねっていう、しょうがないねっていうだけで終わりなんですけど、うんうんうん、僕はそれに応えれるにはどうしたらいいかっていうのを考えたんですよ。ここに田村さんのこう人柄が出てきたんですね。なるほど。自分がやっぱ好きなことやし、シューズを詳しくなるっていうのは結構なんだろう、まあ、情報が溢れてるんですけど、うんうんうん、意外にそのなんで足が痛くなったりっていうのがやっぱ情報があんまりなかったんですよね。うんうんうん、で調べていって、はいはいはい、そうスポーツシューフィッターっていう資格があったんで、その講座を受けに行こうと東京に行ったり、なるほど、神奈川に行ったり、そういう授業を受けて、今はスポーツシューフィッターのマスターっていう資格を取りました。なるほど。そういう資格があるんですね。そうですね。その資格を持ってると、うん、その何かこう新しくというか特別何かできることがあったり、うん、こうなんだろうな、知識力としてはちょっと違ったりするんですか？まあそうですね。僕が言ったそのスポーツシューフィッターっていうのも結局はその、うん、靴屋さんが来てるっていうのは少なかったんですよね。どっちかっていうと、医療系の、なるほど、医療系の人とかボディ、あ、なるほどなるほど。リハビリの理学療法士の人が多かったりとか、まあ、やっぱファッションなんだ靴は。そうそうそう、いや、わかんないけど多分そっちなのね。だからもう結局ファッションのイメージしか靴屋さんっていうのはないから、でシューフィッターでも僕が受けたのはスポーツシューフィッターなんですけど、うんうん、昔からあるシューフィッターってまた別であるんですよね。あ、そうなんですね。そうそう、そっち行くとより靴の、あの作る方、
に行く。はい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 、はい、なるほどなるほど、今度そっちに行っちゃうんだ。そう僕はどっちかっていうとシューズを足にマッチしたりとか、領域が、いや、まあ、靴は靴でも領域があるんですね、やっぱり。そう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 。なるほど。僕歩く方が気になったから、僕はスポーツシューフィッターの方に行って、うん、足のこととか靴のことプラスインソールを勉強したって感じですね。なるほど。うん、で例えばですけど、はい、その、まあ、靴をサイズやっぱ合わせないと、うん、まあ、そもそもいけないよっていう、うん、まあ、話じゃないですか。その 今、はい、今の流れとしては、今の話の流れとしてはね。ただやっぱりそうは言っても、なんかこう靴はちょっと大きい方がいいなとか、そういう人いるじゃないですか。そういう場合はなんか、まあ100歩譲ってこうしたらいいよみたいなのあるんですか。ああ、それでも大きい方がいいよって言ってくる人、うん、もうさ、もしそういった要望っていうんですか、はいはいはい、があった場合、それはそれでもう別にいいんじゃないと言いますよなるほどそれで足が痛くなろうが、あ、まあまあ確かに確かにね、自分の責任だし、確かに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 、そう、それでやっぱりどれだけ言っても気づかない人は気づかないし、まあそうですね、そう、それで足が痛いっていうなら自分を痛めつけてるだけなんでまあ確かに確かに、もうそれはもう仕方がないよと。そう、でもどっちかしかないよと。そうそう、だから結局楽を取ってるようで、うん、実は苦しい方を取ってるよっていうのを説明する。なるほどね。なるほどね。で実際その緩い方がいいよっていう人がいるんですけど、うん、例えばその新しい靴で選ぶときに緩い方がいいって判断するけど、うんうんうん、実際履き込んだときに、うんうんうん、どういった感触になったかの方が本当は靴は大事だよっていうのを伝えますね。履き込んだとき、ある程度年数が経ったとき、年数っていうか、まあ1ヶ月ぐらい経ったときに、1ヶ月経ったときに、僕は本当のシューズのサイズはそれだと思いますよって伝えますね。なるほど。みんな新しい状態で履くんで、うんうんうん、一番きつい状態なんですよ、フィットが強いんで。うん、でも履き慣れてくると緩くなるじゃないですか。それですよね。その時にマッチするのが本当はベストなんだよ、靴はっていう。いやそれめちゃくちゃわかりますね。やっぱ人って、はいはい、耳を傾けたタイミングじゃないとやっぱ聞かないんだよね。そうですねいやそうなんですよ。そこがやっぱりね、傾くか傾かんかの差がやっぱりみんな出ちゃうんだと思うし、いや、ね、そんな時にこのコラボライブをアーカイブで残しといて、はいはいはい、結構今日いい話も出ましたからね。あ、本当ですか、ありがとう。いや結構出ましたよ、僕なんかゾワゾワってしましたもんみたいなね。全然俺紹介してもらわないんですよ田村さん、うんうんうん、はいみたいな全然進まんかったっていうね。そう、まあまあそんなことはね。そう、やっぱ1週間前のやつがね、僕のところにあるからね。そうですね、うん、それ聞いてからこれ聞いてもらうとまた違いもわかるし、確かに確かに、うん、確かに確かに。そんな感じでちょうど30分ぐらいなので、はい、まとまったかな。じゃあまとまりましたかね。でもまあまとめると、はい、その今回のその靴ですね、やっぱなんか伝えたいことを、うん、まあ一言ではないんですけど、ちょっと一言にまとめると、はい、何でしょう。YouTube でも僕は最初に言ってるんですけど、うん、自分の足を知ることですね。なるほど。うん、深いな。自分の足のサイズの右足が何センチで、うん、左足が何センチかを知らない人はほとんどだと思う。なるほど。まずそれを知ってから靴を選ぶか選ばないかで、自分の足に靴を合わせるのか、うん、靴に自分の足を合わせるのかが変わってくると思います。いい感じですねいい感じですねっていう返し方がね、ダメいやでもよ、いや本当にでもやっぱり知らないっていうことが、うん、知る機会を失ってるっていうこともありますからね。そうですね、うん、やっぱりそういう意味では自分を知ることさえできれば、その知りたいことが知れるかもしれんってことですよね。
そうそう、結局自分の足のことを何も知らないのに、うん、靴を選ぼうってするのは難しいってことですね、うん、そういうことですね、うん、そういうことですね、はい、足の、大きさが26センチなのに、うん、ずっと27センチやと思い込んどる人もいるかもしれないですからね。うん、大いにいます、ね、そういうことですよね。うん、そうやって思うとやっぱりちゃんと足を知るっていうのは、うん、結局は大事ってことですね。そうですね、足を知らないと、うん、靴を選ぶことはなかなか難しいかなと思います。そうですね。お、うん、DJ セナさん、こんばんは。こんばんは。それでは、いい感じにまとまりましたので、これで終わりたいと思います。来てくれたのになんか申し訳ない。申し訳ありません、時間です。そうなんですね。はい、まあ30分からね、ちょっとそれぐらいの尺でね、はい、できたらいいなと思ったので、はい、また、アーカイブに保存してありますので、はい、関心がある人はぜひ、また聞いてみてください。はい、田村さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。はい、というわけで初めての、コラボライブ、今日は、靴屋さんの田村さんに来ていただいて、まあ、靴のこと、あとは田村さんのことをちょっと知ってほしいなっていう僕の、まあ、勝手な思いがあって、いや、めちゃくちゃいい話できたなと思うし、本当に僕、田村さんのお話聞かせてもらって、靴好きになったんですよ。本当に冗談抜きで、これはその前まで、田村さんに靴の話を聞く前まではコンバースとドクターマーチンと、あとは何かな、よく買ってたのは何買ってたんだろうっていう、本当にそれぐらい、逆に何買ってたんだろうっていう靴に対するこう考え、価値観だったんですけど、田村さんと知り合って、で靴のことを、まあ、聞いていって、でそれから一回やっぱりこうピタッとあったんですよね、足に教えてもらった靴の紐の結び方とかで、それですごっってなって、で僕やっぱ仕事柄立ち仕事やってるんで、やっぱ違いがね、すごいすぐに分かったんですよ。でもまあそういったやっぱり専門的な人で、かつ靴屋さんっていっぱいあるし、ネットでも買えるじゃないですか。で、知り合う機会ないと思うんですよね、そういう人と、そもそも。だからなんかそういったいい情報を持ってる人とか、すごく熱心に一つのことを探求してる人って、僕はやっぱりリスペクトしてますし、あとはそういった方を知ってほしいなとも思ってるんで、また機会があれば田村さんにも来ていただきたいなと思ってますし、また次回も別の方にちょっと声をかけてみようかなと思っております。ではでは、今日は、コラボライブということで、お送りしました。ありがとうございます。またね。